64人の選手がぶつかる US オープンテニスジュニアの本戦に今年出場する6人の日本人選手のうちの1人、奥野彩花選手16歳。父隆さんの仕事の関係で5歳の時にアメリカに渡り、言葉の通じない国で友達を作るためにテニスラケットを握った奥野彩花選手は、12歳以下のシングルス全米4位、ダブルス1位に上り詰めました。アメリカを拠点にしながら日本代表メンバーを勝ち取り、全豪、全仏に続き今年3つ目のグランドスラム出場となる US オープン。まさかこの今年ジュニアの本戦に出れるとは思ってなかったんで。転職は容易ではなかったものの、テニスコートや練習方法が実践向きのアメリカに残り、試合会場まで10時間以上運転したことも。家族に支えられ奥野選手はアメリカで頭角を現し始めますが、アメリカ人ではないという越えられない壁が日本代表への道を選ぶことに。